リディ&スールのアトリエ、不思議な絵画の錬金術師。そうね、近くに美味しいケーキ屋さんがあるのよ。うん、ケーキか。最近年のせいか甘いものが苦手でな。ああ平気平気、お父さんの分は私が食べちゃうからさ。あら、私だって食べちゃうわよ。というわけで、あなたは支払いだけよろしくね。なんだと。それなら無理してでも食ってやる。頑張れお父さん。それじゃあそのケーキ屋にレッツゴー。ほら、一人で走っていくな。どうせお前は迷うんだから。おい、まあ、あの子の方向音痴まだ治ってなかったのね。私のこと置いていかないでちょうだい。3人ともすっかり仲直りしたみたいだね。フリッツさんたちとお出かけしてるシスター、すっごいニコニコしてましたね。
見ていたなら声をかけてくれればよかったのに。あんなに嬉しそうなシスター初めてでしたからね。声をかけるよりじっくり観察した方が面白いかなって。そんな悪い子にはお仕置きが必要ですね。お尻ペンペンでいいですか？え、嘘嘘、邪魔しちゃ悪いかなって。この年でお尻ペンペンは勘弁してください。特別に許すとしましょう。失った絆を取り戻せたのはあなたたちのおかげですからね。あのあといろいろと話をしたのです。今までのこと、そしてこれからのこと。十何年かぶりに過ごしたかけがえのない時間はとてもとても満ち足りたものでした。リディ、そしてスー、私たちの時間を取り戻してくれて本当にありがとうございました。よかったですね、シスター。はい、とっても。でも寂しいな、これからはシスターのことシスターって呼べなくなっちゃうのか。そっか、仲直りしたことだし、これからは人形師のグレースさんとして。いいえ、私はこれからもここでシスターとして生きていくつもりですよ。もう随分と馴染んでしまいましたからね。今さら人形師に戻るのは難しいです。わあ、あ、じゃあシスターはシスターのままなんだ。でもシスターの人形劇もまた見てみたいような。ええ、任せてください。次のお楽しみ会でお見せするとしましょう。すみません、シスター長。イネスが懺悔に来た方を怒らせてしまって。ごめんなさい、うっかり骨を折っちゃいました。まったく何をしているのですか。わかりました、今行きます。すみません、というわけですので私は失礼しますね。これからもあなたたちに神のお導きがあらんことを。それでは。シスターこそ神のお導きがあらんことを。
通う。私、キルヘンベルト、メルベイユを通うシスターになってやるわ。え？それは嬉しいけど、大丈夫なんですか？疲れるから、あんまりやりたくないけど、本気を出せばなんとかなるはず。僕もだいぶ気に入っちゃったし、何より二人の成長をもっと見ていたいんだもの。だから私、頑張って空を飛ぶわ。あ、そっか、ポムラさん幽霊だから空も飛べるんだ。飛べる？幽霊？驚かされる？記憶が蘇る！
こんばんは。もうこんな時間なのね。そろそろ閉店して家に帰らなくっちゃ。どれを売ってくれるの？
これ。ありがとう。また寄ってちょうだいね。さあ、行くとしよう。面白いものがあればいいんだけど。リリス、はい。この材料欲しがってたわよね。
一緒にいると
昔のことを思い出すね。ええ、そうね。あなたにはいろいろ振り回されたわね。いつにも増してニッコニコね。どうしたの、スーちゃん。なんとですね、不思議な絵らしきものを見つけてきたんです。え、本当？見ていただけますか？
それじゃあ拝見するわ。なるほど。ごっくり。ドキドキ。さっぱりわからないわね。王族に伝わる特別な力で鑑別できたりしないんですか？そんなわけないでしょ。王族だってただの人。今までだって聞いた話を頼りに判断してただけだもの。そうね、修復してみればわかるんじゃない？修復して中に入れたら不思議な絵ってことですか？うん、行き当たりばったり感がすごい。ま、逆にわかりやすいって。ミレイユさん、この絵画廊に飾っておいてください。私たちのパパッと修復試しますので。ええ、任せておいて。それじゃあ修復の方はよろしく頼んだわよ。よし、これならいけそう。
触媒入れればいいかな。なんだっけ、触媒。さて、どいつから調合してやろうか。やっぱりこれって不思議な絵なのかしら。そうみたいですね。これ以上私の世界に踏み入ろうとするなら、その命保証はしない。覚えておけ、人間よ。聞こえるの、お母さんの声じゃない、誰かの声が。絵の世界に入ったら
命の保証はしないって言ってる。なんですって？それが本当だとしたら、調査はやめておいた方がいいかもしれないわね。逆ですよ。是が非でも調査しに行きます。リリーのことを脅かすなんて許せない。誰だか知らないけど、直接張り倒してやる。スーちゃん、わかったわ。この絵を見つけてきたのは二人だし、どうするかは二人に任せる。でもくれぐれも無茶だけはしないでね。中に入るならしっかりと準備はするように。はい、わかりました。ここは一人の女神が作り出した世界。沈みゆく夕日のごとく、どこまでも暗い紅の世界。ここは一人の女神が望んだ世界。侵入者を拒み、侵入者を求めるジレンマの庭。あり余る力を持つ彼女は、その力ゆえに孤独を望み、一方でその望みゆえに日々孤独を持て余すのでした。外界との関わりを拒絶する地、絶海。紅の女神の起源は決して損ねぬよう。暗くて赤くて怖い場所。やっぱり帰った方がいいんじゃ。今さらだよ。一回来ちゃったら、あとは前に進むしかない。行こう、リリー。二人一緒なら大丈夫だから。スーちゃん、うん。やるべきことは、やるべきことは、
けてみろ。走れ。Let's go.
を超える力を見せてやる。これが俺の全力だ。
れるといいな。全力だ！かける！
使っとけ。Thank you.
ました。補充完了です。不思議な絵画の錬金術師。